皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、元寇と鎌倉幕府、これについてお話しします。13世紀の初め頃、ユーラシア大陸でチンギスハンがモンゴル帝国を作りました。チンギスハンというのは騎馬民族の人です。騎馬民族といえば、紀元前3世紀秦の始皇帝の時代、この秦の始皇帝が騎馬民族の侵攻を防ぐために万里の長城を作っていますよね。つまり騎馬民族というのは勇敢で強い民族なんですね。でも一族一族はバラバラで、協力する時もあれば戦う時もあるというようにまとまっていませんでした。この騎馬民族の一族をまとめ上げた、それがチンギスハンで作った国がモンゴル帝国ということです。騎馬民族ですから、馬に乗って攻めて領土を広げていきます。兵一人に馬56頭を与えたって記録が残っています。なぜ56頭も必要だったかっていうと、馬に乗って攻めていく、弓を引きながら攻めていくと。でこの馬が疲れたら次の馬に乗って、その馬が疲れたら次の馬に乗ってということで、こんなにたくさんの馬を一人の兵士に与えていたらしいです。それから馬に乗って攻めるので交通網も整備されます。そして交通網の整理とともに、こう情報の伝達手段もしっかり作りました。実は40キロごとに駅を作ったんですね。その駅には常に300頭の馬を準備しておいたということです。そして情報を持った伝令が来たら、その駅について新しい馬に乗り換え、そして次の駅に向かうと、すごく早く情報が伝わっていったんですね。それからチンギスハンが作ったこのモンゴル帝国ですけれど、チンギスハンの後、チンギスハンの子孫、子供や孫とか秩序を引いた者がそれぞれの地域に国を作って支配していきます。ですからモンゴル帝国はいくつかの国が集まった連合王国という形になっていきました。そのモンゴル帝国の5代目の皇帝、フビライハン、この人は、国号を元として朝鮮半島にあった高麗という国も復従させます。復従させたということは自分の家来の国にしたということです。で、元は日本に使者を送って、国交を迫ります。でも当時の執権の北条時宗がこれを無視しました。なぜ無視したかというと、元の使いが持ってきたこの手紙にはですね、元に挨拶に来て、国交を結ぼうと、もし結ばなければ軍隊を送って倒しちゃうよって、そういう内容が書いてあったんですね。友好的じゃないです。ですから時宗はこれを無視しました。それで元が日本に軍を送ることになったんですね。で、元がなぜ日本、海を隔てた日本に軍隊を送りたかったかというと、実はこのマルコ・ポーロっていう人、この人がまず一つの原因になっています。このマルコ・ポーロという人は東方見聞録という本を書いて、その中で日本のことを海の中にある黄金の国というふうに書いているんですね。これ日本をヨーロッパに初めて紹介した本なんですけれど、黄金の国があるよとフビライハンに言ったわけですね。日本という黄金の国があるよと、ジパングって言ったんですけれどね。で、フビライハンは日本の金が欲しかった、そういうことがまず一つです。もう一つは、この頃ちょうど現モンゴル帝国の南側に南宋という国があって、南宋と争っていました。でもなかなか決着つかないんですね。そこで今度高麗、これがまず日本を征服して、その後で南宋を攻める、その方が簡単に南宋を倒すことができるよなんていうアドバイスをするわけですね。それでフビライハンは
日本に軍隊を送るという、こういうことにしたんです。実はね、この送ることに反対をした人がいたんですよ。一人、誰かというと日本に使者として来た人、ね、実はこれ日本に4回使者が来てるんですけど、その3回の使者になっていますね。張竜室という人なんですけれど、この人はいや日本を攻めるのはやめようとね、領土狭いしさ、ね、海を渡るのは危険だし、ね、やたらと日本ではね殺し合いしてて危ないから、あいつ日本を攻めるのはやめようって言うんですけれど、まあそれを無視してフビライ藩は軍隊を送ることにしたんですね。そして1274年900隻の船に、3000人の兵が乗って博多に上陸します。でこの戦いのことを文英の役、このように言います。これは教科書にもねよく、絵が載っていますね。で日本と元の戦い方の違いが分かるようになっています。まず日本の戦い方、名前を名乗っていって一騎打ち、そして長い弓を使っていたと。それに対して元の軍隊、集団戦法、一斉に攻めていく。で短い弓で矢の先には毒が塗ってあった。また鉄砲っていうねバーンって爆発するそういう火器も使っていたと、ね、まず名前を名乗ってるところね、元軍が見たらあいつなんかやってるぜ、いや攻めちゃえってこう来るわけですよね。それから長い弓と短い弓、どっちが有利か。長い弓っていうのは結構力がいて一本矢を射るのに時間がかかります。ところが短い弓というのはピュッピュッピュッというふうにね、短い時間で何本も何本も射ることができますよね。そして鉄竿のバーンっていう爆発した音、この音で馬が驚くと上に乗っていた御家人は馬から落ちて、そこを元の集団戦でわーっと攻められた。日本はすごく苦戦するんですね。でもすごく頑張りました。で教科書では暴風雨のために多くの兵と船を失って元軍が退却したとこうなっているので、日本は負けてたけどね、あなんとかね嵐が来て勝っちゃったんだというふうに感じますけど、実はこれね、元軍は船に戻らなければならない理由があったんですよ。なぜかというと、実は結構日本の御家人たち反撃して思った元が持っていたより強かったんですね。それでこのまま陸にいたら夜の間にやられちゃうかもしれない、だったら安全な船に戻ろうということで船に戻っていた。そこを嵐が襲ったということで、多くの船と、ね、兵を失って大陸に戻ることになったわけです。この時来た兵士3万人いましたけれど、この戦いとこの暴風のために亡くなって帰れなかった人、ね、1万3000人くらいいたそうです。結構痛手だったんですね。そしてここで負けたからね、もうね元軍日本に来ないんじゃないかなと思う人もいるかもしれませんけれど、実は来ちゃうんですね。ね、やり返しに来たわけじゃないんですね。実はね、フビライはねまだ日本に負けてるってことは知らなかったんですよ。その理由ですね。でこの時ね、高麗の軍隊が来てたんですけど、高麗はフビライの怒りを避けるために沖ノ島と壱岐で捕まえた捕虜200人を連れて帰って戦に勝ったように見せかけていたんですね。負けてたんだけど、負けて帰ってきたんだけど、いや勝ったよとフビライにね見せた、勝ったように見せた。でフビライはもう一回日本を攻めたらもう日本はすぐに降参するだろうと、こういうふうに考えたんですね。ですぐに兵を送るかと思ったら、実はそうはできなかった事情がありました。ここで出てきた南宋、南側にある南宋という国と戦になっていて、ここで南宋を倒さなければいけないという状態にあったので、まずこっちの戦いを優先させたんですね。でも日本にね使者を2回送っています。でもこの使者ね、実はね時宗が切り捨てさせました。なぜかってここでね、日本めやたらとねこう元軍にやられて、沖ノ島と壱岐では結構残虐な行為をされていたんですね。ですから幕府としてものすごく怒っていて、ここで切り捨てるんですね。
今ね死者を切り捨てるなんて今の時代だってありえないんですよ。この時代はそういうことがあったんですね。そして、死者を切り捨てさせてこの幕府は海岸に石林などの防御施設を作っていました、ね、そして元はなんとか南宋を滅ぼして勝ってね、南宋の軍隊も自分の手に入れます。そしていよいよ1281年にね、船合計で4400隻で兵士の数14万人ね、こんなにたくさんの兵を日本に送るんですね。でもまとまって送ったわけじゃなくて二手に分けました。で900隻で4万人の兵と3500隻で10万人の兵、この二つに分けてきたんですね。まず日本にやってきたのは沖ノ島、そして壱岐を通って900隻と4万人の兵、ね、これが博多に向かってきたと。その博多湾で幕府軍がねこれを撃退するんですよ。これで勝つんですね。で勝って元軍は退却して逃げています。そしてこっちの10万人が来るのを待つわけですね。で7月になってこの3500隻と合流して一緒になって今度もう一度日本を攻めてきます。で九州の北側北岸の方を博多に向かって来る途中9月の30日の夜から次の日にかけてねすごい暴風雨にあってもう船も難破、船から兵は投げ出されると。で10万人以上の兵士がここで溺れ死んだそうです。そして大陸に逃げて帰ったということですね。この戦いのことを公安の駅このように言います。で文英の駅と公安の駅をまとめて原稿というのでこれも覚えてください。実はねこの2回の戦い終わった後もう1回ねフビライはね日本を襲うって計画を立てていたんです。でもその頃ね実は元の周りにね元を攻撃する国がいくつかできていて、もうそこと戦うことで精一杯で日本を襲うという計画はねなくなりました。今回は元寇と鎌倉幕府についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。